さあ、えー、ガングレビューの時間でございます。えー、さあ今日はですね、えー、キューレンジャーの、えー、新しいおもちゃが到着しましたんで、えー、ご紹介したいなと思いますが、ちょっと大きいんですよね、えー、アイテムの方はですね、これ箱大きいな、ほんと、Q、えー、玉シリーズデラックスリューツウェーダー、ガブガブ変身獣って言いますね、ガブガブ変身獣、<laughs> デラックスリューツウェーダー。なんかね、その毎回ねあの、思うのが、この名前、ネーミングのセンスがね、面白いんですよね。 あの微妙にこの英語でいくのかなっていうところでけどちょっと横道に座れて日本語もしっかりね混ぜ小銭にしていくということでこれ杖ですねはい杖が杖だねはい、えー、で竜杖だ使うのがですね、まあ、あの司令官なん,なんですけど、えー、小籠包さんですか名前がすごいですよね小籠包さんっていうなんか美味しそうな名前のですね司令官なんですけどねキャラクターも濃いんですが 軽いのかな濃いのかな、えー、彼がいよいよですね、えー、レンジャーの一人として変身をいたします。えー、そしてこのね、えー、リューバイオレットっていう、かっこいいですよね。ちょっとこう、なんていうの、マントがついてるっていう感じなんですけどね。えー、リューバイオレットになるということですね。で、それの変身に使われるのがリューツウェーダー。で、えー、今ちょっと箱を持ってるんですが、 えー、箱につ、ね、いてきます、あの箱というか、長いついていくるのはツダーと、それからです、ねえー、新しい9玉、ね、竜、え、9、ー、玉ですね。はい、これに、きょうはです、ね、ちょっとご紹介しましょう。えー、一応、商品をですねちょっと持ってきますと、ちょっと長いんですけどね、えー、まあ、ツでございますので、やっぱものとしてはちょっと長いです。長いといっても長さ的にはそうですね、うん、40センチぐらいね。 全体的に40センチぐらいですね。ね番組の中では当然もっと、ね、長いんですけど、杖の長さになっていますで。これを使って、えー、2つのモードがありまして、ロッドモード、それからガンモード、えー、がありますね。で、ょと電源を、ね、入れてみたいと思います。いきますよ、はいねまあ。Q レンジャーの方では、ね、あのおなじみの,あの音でございますね。 で、これを使って、えー、変身をするんですが、まあ、あの形は、ね、非常にユニークでして、えーまあ、確かに竜、ねえー、竜バイオレットということで竜のですね、頭の,あのヘッドのモチーフがついてますねヘッドがついててでそれがそ,のそこから、ね、下に向かって、えー、ロッドが伸びているという状態になりますねで、えー、2つのモードになりますロッドで戦う場合とそれからガ,あのガンモードでまずね、 ちょっとロッドモードで、えー、変身をちょっとやってみたいと思いますね。そして、えー、ちょっと大事なポイントなんですけど、あのー、多分皆さんもですね、あのー、そうそう、9玉をね、多分集めてらっしゃるんじゃないかと思いますが、えー、今回ついてくるその竜9玉なんですけど、これはね、デラックスバージョンということで、とてもよくできてますね。あののー、マウスライトでで回してもですねちゃんとこう こう勇ましい形っていうのが出てるわけなんですけど、で一つねちょっとあの最初に言っておいた残念なのがあのこちらのそのねツウェーダニューツウェーダーなんですけど残念ながら球、えー、玉の、えー、認識というのはしませんはいもうこれ毎回その毎年そうですね、えー、いわゆる認識するいわゆる認識していろんな音を発動ができるっていうのはメインのアイテムに限られてますよねサブのおもちゃっていうのはあどちらかというと まあそのね認識するような高度な機能っいうのはついてなくて、ただ、今回の流通エダーのいいところとしては、ですねかなりたくさんのですね音が単,単体として入っております。はい、単体なのに、この中にです、ね、10種類、9種類、11種類かあ、ね、別の音が入っておりますので、ちょっとその辺までご紹介していきたいと思いますね。 で、まず、ロッドモードでですね、えー、あの手のところにですね、このちゃんとこう持つようになってるんですけど、あのイメージ的にはね、介護用の杖ですね。<laughs> なんかね、僕、年取ったらこれ使おうかなとかちょっと思うぐらいのね、なんかいい形してますよ。で、ただ、違うのが一般の介護の杖とも違うのはですね、引き金がついてるっていうことですよねで。おじいちゃん、おばあちゃん、引き金には気をつけてくださいね。これね、引き金引きますと、こんな音。こうね。 でこの音が出るたんびにですね、えー、リュウツウェーダーのトップについていますウのマスク特に目のところが LED がキラッと、はい、光ります。はい、でこれで、えー、変身もできるわけなんですけど9玉をセットするのにはです、ね、横のです、ね、ちょうどその口の、えー、顎、顎のジョイントを押すエクボを押すみたいな感じでしょうかエクボを押して開けます。 はいで、全部がばかっとこうね。開けますと、あのちょうど口の中にですねえー。q を設置するところがありますの、ね、で、そこにですねえー。旧玉を入れます。入れますよ。カチャッて。はい、これで待機中でございますね。でえー、返をいたします、えー。これでガブ遊びって言うんですか？はいで、えー、先ほどのガブってこうね。噛みつけるような形で。 そして変身です結構長い音入ってるな。 どこまで続くんだろうってちょっと心配になったと今、えー、結構長い変身音でございますね、えー、これでセイザーチェンジということで変身をするということですねでこれガブ遊びっていうんですけど今1回ですねで2回出しますねまあこの後この変身あのち,なちなみに、えー、先ほどのロッドの攻撃の音になりますねで今度、えー、ガブ遊び2回目もう1回開けまして はい、これであの、いわゆる、えー、召喚ってやつですね。で、引きがりをします。 でこれリュー・ボイジャーは、ね、まだ発売、ねえー、されておりません。今月の末29日、4月の29日発売だったと思いますけど、えー、リュー・ボイジャーというです、ね、新しいメガゾードが発売されますね。えー、その時にこのセイザ・ゴー、リュー・ボイジャーってやつがね、えー、使うわけですね。そして、ガブ遊び3回目でことです。今度は合体になりますね、セイザ・ドッキング。さあ、もう一回ガブっといきますよ。そして、引き金を引きます。 はいえー、今のは合体音ですね、えー、それぞれのボイジャーが合体をして、流体音ということで形ができます、そして合体の完了音が鳴る、セーザ・ドッキングの音でした、そしてもう一度、えー、ガーブ遊び4回目です。いきますよスーー、はい、スーパー合体ですね、引き金を引きます。 えー、スーパーセイザードッキングということで、えー、ここでまた新たなねフォームができてくるわけなんですけど、竜底球連をちょっと言いにくいですね、竜底球連をですね、はい、えー、この形、これメガゾードがねまた大合体するわけですね、多分さらに大きくなるんだと思いますが、えー、これのスーパー合体音が発動できる、でこれがガブ遊びということで、4回、ね、発動しますで、5回目になりますと、もちろん1回目に戻って繰り返すということでございますね。はい 今度はです、ね、ライフルモードでやってみたいと思いますがその前に、ね、龍球球をちょっを外してみましょうか今、ガブっとねあの皆さんイメージありますかあのあの龍ってさ弾、えー、をこう食ってたりとか弾を持ってたりとかしますよねあのイメージ的に、ね、ドラゴンボールもそうでしょ、ねでそれそのまあ、彼と、まあ、いうか龍がガブっと九太、ね、を噛んでる状態になっているわけです。 で一度、この竜の9玉をです、ねちょっとこね、外してみたいと思いますが、もう一回開けます。はい、開けて、えー、横にです、ね、レリースボタンというのがあるので、それを押しながら、ちょっと上に上げながら、パカッと、はい、外します。それと外れますね、はい。で、ライフルモード。で、元に戻します。えー、ライフルモードはです、ね、さらにあの引き金の横にです、ね、もう一度ボタンがあります。もう一つボタンがありますので、それを押しながら。 展開すると、もう、しばらくガンモードになってますね。ライフルモード。で、あの非常にこれね、やっぱ最近のおもちゃがこだわってるなって思うのは、こういうふうにそのモードが変換するときにも、きちんと音が発動するようになってますね。もう一度、もう一度ね、ロッドモードに戻します。戻ったでしょで、今度、ライフルモードにしますよ。はい。盛り上がりますね。はい。もう子供にはこういうギミック玉なんでしょうねあ。ああ、変わったみたいなね。はい。で、これで通常攻撃遊びができるんで、はい。 はい、これはあの一応、まあ多分光線銃というかですね、えー、通常攻撃、ライフルモードになっているわけですね。えー、こう発動している間はあの目がね、LED が光っているということですね。で特殊攻撃というのが、まあ、ございまそて必殺の攻撃いこうから先になで。この時に9玉使います。えー、やっぱりこうガブッと開けますね。そして、えー、9玉を入れます。そして、えー、さらにガブッともう一回かませますね。 そして引き金。はいということでね、もうこのギャラクシーが出たらね、おなじみの,、まあ、の,あの必殺攻撃の音でございますね。 で特殊攻撃遊びっていうのが、これがまた特徴があるんですよね。えっ、ー、と、今ですね、あのまあ、ギャラクシーでスーパーあの必殺攻撃やったんですけど、えー、特殊攻撃の場合はですね、各いろんな、今までにまだ出ていない9玉の名前が出てきまして、えー、それぞれの音ができます。で、ちょっとやってみたいですね、えー、まずね、トリガー、この状態で長押しします。はい、長あのトリガーを引っ張りますね。 竜、はい、球玉そして、えーえー、口を開いてもう一回閉じます。はい、これで一つ目ですね。えー、今、竜球玉だったんですけど、これをです、ね、もう一回繰り返します長。トリガーを長押し。コン,球球コンパス球球。開けて。 閉じますはい違う音が入ってますよねそして今度もう一度「定規9玉」開けて閉じてはい。 えこういう状態でですね、いろんな音が入ってるわけですね実際このね、説明書の方にではですね11種類あります。えー、今定規場で言ったんですけどねこのあとねレチクル9玉レチクルちょっと調べてこなかったらレチクルって何だっけそして、えー、画家9玉6分岐9玉彫刻技9玉6球玉祭壇9玉8分儀9玉そして彫刻 彫刻室あ違う彫刻室たばいやすごいな彫刻室はい。 でこれ、本当にあの星座の名前から来てるっていう話でございますので、ちょっとこれね、あのちょっとよく詳しく調べた方がいいのかもしれませんけど、ちょっとぜひ皆さんやってみてください。えー、ね、6分岐ぐらいなんか聞いたことがありますけど、レチクルはちょっと聞いて、初めて聞きましたですね。うん、彫刻質球球こういうふうにですね、いろんなその星座の音、まあ、星座の音ってったおかしいけど、名前が紹介されて、それぞれの特殊攻撃の音が入るということなんで、かなり豪華な作りになってるのは間違いないです。はい で、これ単独の9玉でやってますんで、えー、前も言いましたですけど、その認識機能はございません。どの9玉、皆さんがお持ちのですね、9玉を入れても同じでございますので、その辺はちょっとね、一応、発揮しておきたいと思います。ね。はい、えー、どうでしょう。えー、こののままね、えーまあ、あのー まあちょっと高いかなという感じはしないまあやっぱり6000円以上ぐらいするんで、えー、ちょっと高いかなという感じはするんですけど、やはりこのお子さんにとってはですね、この迫力のある大きさでございますので、えー、結構喜んでいただけるんじゃないかなと思いますね。えー、お子さんたちのですね、ちょっとこう、あのー、ね、あのおばあちゃん、おじいちゃん、ちょっと人気を取りたいなと思う時には、このね、えー、ゴールデンウィーク前あたりから、ちょっとこ,のこういうおもちゃはちょっと喜んでいただけるんじゃないかと思いますんで、いかがでしょうか。えー、うちの方もですね、もう仕入れまして、もう販売の方始まってるんですけど、 おおさまでね、えー、非常によく売れております、えーさあえー、皆さんも、ねえー、ぜひですねこれも一つ買っていただいたらいいんじゃないかと思います。で今日ご紹介しましたのは「Q 玉シリーズガブガブ変身10、えー、デラックスリューツウェーダー」でございました。えー、大変ね、えー、よくできたおもちゃでございますので楽しんでいってください。さあそれではですね、えー、曲の方をちょっとご紹介したいと思いますね。えー、曲の方はですねこれリクエストなんですけど えー、これ仮面ライダーオーズからのリクエストでございます、ね、ディケイドさん、ありがとうございます、ディケイドさんですね、パ、え、ワーストゥティアラーということで、これ、日野エイジ串田明の曲でございますね、はいえー、メッセージ来ております、This song is song powerful and aggressive very、ね、この曲はものすごくパワーがあって、力があふれてて、強力だと。 そして、just like p ラ t o t i a カメンライダー・ウォーズの中にですね、プトテラコンボっていうのが出てくるんですけど、非常にこう恐竜ベースのですね、パワーある戦い方するんですけど、もうまさにこのプトテラのような曲ですって。strongest theme for the strongest form.、ねえー、最強のフォームに最強のテーマですということですね。なるほどね。はい。それでは聞いてみましょうかね。Decade さんのね、えー、リクエストです。Thank you very much, Decade, and here's your, your request music.Powers to Taylor from the Comet ー i